チャッキー王子のホラー映画館ザ・ダークイェイはい。見てない方はブラウザーバックよろしくお願いします。ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。いってらっしゃい。おやすみなさい。はい。えー、今回1978年のアメリカ映画ですね。日本公開は79年の、えー、あの、は、 ど、ドキモを抜かれてる映画ですね。はい。ザ・ダークですね。はい。えー、当時も、あの、話題になったのは、あの、ま、えー、ある日突然ですね。あるいは突然、あの、娘を殺されてしまうんですね。えっ、ー、と、作家の先生が。だ独自に、あの、犯人を探す捜査に出るんですけども、まあ、あの、警察もヘッポコなんですけども、連続殺人がどんどん起こるんですね。で、その犯人の正体がすごいんですけど、 なんと、宇宙人なんですよ。はい。え、身長2メートルぐらいのね、目から光線を発,発射する人間型宇宙人で、それが人を殺してたんですね。で、それとの対決になるというね、目からレーザー光線対ピストルの対決というね、凄まじいニューヨークのバトルになります。はい。えー、当時はホラーブームでしたんで、えー、まあ、犯人は誰か、 当てるのが流行ってたんですけども、まさか宇宙人だったとは誰も想像してなかったので、びっくらこいたっていうね、えー、そういうものですよね。宇宙人の造形ね、そんな悪くないんですけども、まあ、超人ハルクの、ね、テレビ版みたいな感じでね、えー、なんかフード家具ってね、巨大なんですよね。で目からね、の光っていうか、あの、 黄色のビームをビービービビって言って、人間を首をチョンパしてるっていうね、必殺技を持っております。はい。えっ、ー、とね、UNEXT で見れるのかなはい。えっ、ー、とー、まあ、眠れない夜には、えー、どうでしょうか。えー、The Dark!The Dark! The Dark. 先ほどでした。チャンネル登録よろしくね。